にちは、和田芳美です。まもなくクリスマスが近づいてまいりました。皆様いかがお過ごす予定でしょうか。ね、私は、まあ、基本的にお仕事をしますから、その辺はお構いなくまああれでしょ、皆さんどうせ浮かれてるんでしょ。クリスマス近いですからね。そうですよ、まあまあいいんじゃないですかでもね、そんなねクリスマスで浮かれてるあなたに朗報です。今日はね、恋に落ちる秘密の食事についてお話をしていきたいなと思っております。聞きたかったでしょ、聞きたかったでしょ、気になってたでしょ。そうなんです、あるんですよ。まずね、大前提として人はなぜ恋に落ちるのかっていう話なんですけどなぜ人は恋に落ちるかっていうと、それは脳内に分泌される PEA っていうね、フェニルエチルアミンというホルモンが関係しております。 PEA っていうのは高揚感だったりとか幸福感をもたらすホルモンなので、別名恋愛ホルモンと言われております。なので PEA が分泌された時に人は恋に落ちたような感覚になるんですね。でちなみに PEA が分泌される時っていうのは、緊張してる時とか何かを焦らされた時とか、大切な人が離れそうになる時とか、相手との関係に障害がある時とか、あと不安や恐怖を抱いている時などと言われております。なんでこういった外的要素でその PEA が分泌されるんですけど、実は PEA が分泌されやすい食品があるんです。それがチーズ、チョコレート、赤ワイン。ちなみに PEA っていうのは代謝が早くて体内には残らないものになるので、ちょこちょこ取り入れてあげることが大切です。チーズも赤ワインも自然といただけるイタリアンとかに気になるあの人を誘ってみてはいかがでしょうか。あ、もちろんね、個人差はありますので、そこはあなたの魅力でカバーしてみてください。いいですね、クリスマス楽しいことがいっぱいですねはい、ぜひ参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。そして姫ごはんの公式 LINE アットが始まりました。今だけご登録の方に DVD の限定レシピであるフラワーボックスちらし寿司弁当の作り方動画をプレゼントしております。詳しくはコメント欄にリンクを載せておきますので、ぜひぜひこの機会にご登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さよなら。